岡瀬くんは2人と もう料理がうまい。それを藤尾くんに振る舞って判定をしていただきたい。なるほどね。はい、1品目完成です。ゲロうま、エンドウ豆のクリームスープです。うまいな。白身魚のムニエル、ボロネーズ添え、最高ですよ。牛ロースのコートレート、ビネガーソースがけ、あー美味しい。じゃあ続いては、じゃあ岩石さんのいただいていいですか。はい、岩石中華チームです。まずスープね、わたりガニ、これでスープ作っていこうと思います。普通に動いてるんで、お酒でちょっと臭み取りましょう。お酒につけてね。そしたらまたお湯を沸かします。で、沸かしてる間にカニを、半分にわやーめ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 、半分にわやー、びっくりした。めっちゃ生きてるやん。ちょっとね、タオルとかで押さえて半分に切れたんで、これをまあ湯がいていこうと思います。じゃあ、スープ茹で上がりましたんで、塩コショウでまた味を整えてください。ガラスープで味付けしてます。そしたら仕上げに溶き卵ですね。わたりガニの中華卵スープです。じゃあ持ってきましょう。出しました。おい、前菜、おい、ワタリガニの中華卵スープです。カニで、スープ、スープです。ついさっきまで生きておりました。ほんと、え、なんじゃ、今さっきぶっ殺してきた。あ、そうです。私切ろうとしてビッグって動いたやつでベーってなった映像を撮れてもらいます。あー、するカニでしょ、味。カニ生きてるね。カニいいね。あ、そういうもんなのね、これ。じゃあ、これで美味しかったです。ありがとうございます。はい、魚料理、少々お待ちください。はい、わやび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 。はい、じゃあ2品目の魚料理作っていきます。とりあえず用意するのがエビ、アスパラガス、これを、炒める感じですね。まあ、もう簡単な料理しか作らんのでね。で、アスパラは一口大、大体3分の1かな。フライパン温まったらごま油を入れてアスパラを炒めます。はい、温まったなって感じがしたらエビ入れてください。ちょっと水分飛ぶまでね、炒めましょう。ある程度水分が飛んできたら、オイスターソース少々とマヨネーズですね。まあ、マヨネーズちょっと多めの方が美味しいんで多めに入れます。出来上がりました。エビとアスパラのオイスターマヨ炒めです。お待たせいたしました。はい、2品目魚料理、エビとアスパラのオイスターマヨネーズ炒め。なるほど。あー、この匂い最高っすね。白飯欲しいな。おかずとして最高だわ。いやー、うまい。ちょっと美味しかったです。では次、肉料理、はい、あとお待ちください。はい、わやび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 。はい、ということでね、肉料理は知るかな、スワンニーバイロー、豚肉のニンニクソースがけやっていきましょう。本当やと塊肉がいいんですけど時間かかるんで、まあ、今日は豚バラのスライスでソース作っていきましょう。重要なのがまずニンニクね。ニンニクはまあ一人分なんで一かけでいいです。包丁の腹で潰します。で、そしたら中のこのちょっと青いところとか出てくるんで、これは取ってください。ニンニクの真ん中は取る。で、細かく刻んでください。とりあえずお酢、ね、測る必要ないっす。で、ごま油、ごま油ちょっと多めがいいですね、美味しいんで。で、醤油で、塩砂糖はちょっとずつでいいです。料理酒はちょっとでいいですね。山椒入れましょう。じゃじゃじゃっと。で、ラー油、もうここからビャーっと入れていってください。はい、これでいいです。できました。
じゃあお肉茹でます。はい、中にとりあえず火が通ったら油入れてニンニクに火を通して香りを出すんですね。まあ、これは絶対いるんでやってください。もう弱火でチョロ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 っとやっててくれたらいいです。これ入れます。ちょっとラー油入れすぎた感あるけどな。で、入れ終わったら火煮立ちさせますね。はい、じゃあ後できたこれをここにかけて終了です。できました。ソンニーバイロー豚肉の、ニンニクソースがけですね。お待たせいたしました。おー、待ってました。お肉料理スワンニーバイローでございます。なに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 、なんてスワンニーバイロー。スワンニーバイロー、初めて聞いた。豚肉のニンニクソースがけでございます。あー、なるほどね。好きなものしかないわ、豚肉の。へー、こういうのあるんだ。ちゃんとさせてあります。スワンニこれ白飯欲しい。白飯欲しい。じゃあ次、うん、主食ですね。あ、主食、最終主食を。わー、めっちゃ楽しい。何が出るんだろう。はい、では、中華4品目主食ですね。主食はまあご飯か麺かっていう形になると思うんですけど、今日は麺、汁なし担々麺っていうのを作りたいと思います。ということで、まず麺を茹でます。茹で上がるまでにタレ作っておきましょう。とりあえずこの、練りごま、これ白でも黒でも何でもいいです、好きなのこうできてください。これをとりあえず適当に入れてください。で、ラー油ですね。またラー油なんですけど、これもまああんまり辛くなってもいいやっていうんやったらちょっとでもいいし、辛いのが好きやったらいっぱい入れてもいいです。で、花椒、これはいっぱい入れていいです。で、ちょっとごま油と醤油と入れましょう。これだけです。次、上の具材を茹でていきます。豚のミンチね。これ、軽く塩コショウですね。で、全体変わったら、少量のオイスター。これはめっちゃ少量でいいです。もうちょっとだけ、風味付けだけなんで。に、豆板醤。豆板醤は超弱めでもいいです。ちょっと味欲しいんで、中華だしの方ですね。鶏ガラス。よし、できました。そしたら、先ほどの麺をに盛りまして、この上に肉味噌をのせます。はい、できました。汁なし担々麺、お待たせいたしました。はい、主食、はい、汁なし担々麺でございます。あー、なるほど、いいですね。どうぞ。いただきます。うん、うん、あー、なるほどね。あー、スパイスめちゃめちゃ効いてるからめちゃめちゃ箸が進む、これは。うまい。いやー、お粗末です、ありがとうございます。お粗末様でした。はい、ということで料理を振る舞わせていただきましたが、はい、実際までどうでした。幸せでした。想像してたのとちょっとこう、はるかにこう言ってたよ。そんなちゃんとしたの出してくると思わない。なんか、相手俺だからね。相手俺だから。いや、別にもう藤尾くんやから、うん、手抜いたところはある。あ、あるんだ。あるよ。あるんだ。編集上流してるかどうかわからんけど、我々喋りながら料理してた時にどうせ藤尾やしなって言ってた。あ、そう。藤尾かや。それでもめちゃめちゃ手込んでるよ。ええやろ、別にこれぐらいでって何回言ってる。2人ともちゃんと盛り付けしてさ、いらないからね、そんなの。まあ、その見た目と味っていうのはリンクしますからね。動画見たことあるかもしれないですけど、圧力を伝わされますね。そうね、そうね。これは実際そう感じるからね。はい、ということで、じゃあどっちが美味しかったかジャッジしてもらいます。もうここはもうビストロスマップでいきますから、あの、僕ら目つぶってますから、うん、美味しかった方のほっぺにチューを。お前ら今日散々だな。よっしゃーって言ってしまうかもしれない。かわいそうに。はい、じゃあ判定をよろしくお願いします。はい、やったー。いやー、これはね、明確な理由があってね。
はい、明確な理由があって、あのね、岩ちゃんの方はね、一つ足りないものがあったんで、ね、ずっと言ってたけど白米ね確かにね、バランスって大事だから、バランス大事だけどもうご飯に合うやつしか来ないとか俺ならなくなってるさでそういう意味で言ったらバランスはやっぱね、あたるのがね、もうその単品でもいけるものだったし、そうだったんだけどね、白米だっつってね、白米でした。はい、ということで料理対決やってみましたけど、まあ我々の料理上手って中身言ってたら嘘じゃないっていうことは伝わったんじゃないかなというふうに思います。まあレシピ載せてますから、ぜひ参考になったと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。本日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。